はい、今日も彼女が上にいるので、こっそり動画を撮ってアフレコしていきたいと思います。そんなことより、ハゲ取りはないかーい。どうも、こんにちは、ガクです。今日はこのプリングルスを使ってドッキリを仕掛けていきたいと思います。一旦中身を全部出してて、めっちゃ割れとるー。カイエンペッパー。まあ、ちょっとだけ入れて、ミスった。はい、これを1枚ずつ丁寧に振りかけていきたいと思います。しっかり地道に15枚ぐらい振りかけました。ポテチ食べている。プリングルス。九州醤油は食べません。今回彼女には一口でプリングルス何枚食べれるかという企画を用意したと話してますが、本当はカイエンペッパーをいっぱい食べてもらう企画です。こちらのサワークリームオニオン味には僕が最初10枚くらい食べるのでカイエンペッパーはかけません。それ以外にはたっぷりかけていきます。彼女の喜ぶ顔を想像したらウキウキがもう止まりません。それでは早速ドッキリスタート。はい、どうもゆうきです。あいかです。2人合わせてカイエンペッパーです。よろしくお願いします。ミスターネットのティックトックです。 YouTube です。 YouTube です。めっちゃ酔っ払ってんじゃんお前。イエーイ。はい、今日は何やっていくかというと、こちらプリングルス一口で何枚食べれるか選手権。イエーイ。一口で1枚ずつじゃなくて違う、一口で何枚食べれるか。え、昔 CM 見なかった？なんかさ、すごい大量のプリングルスをさ、うん、こうやって大きい口で食べるっていう CM。 ない。え、なんかあの、こういうアヒルみたいなやつ。あー、それをよく見るけど、昔あったの、うん、そう、食べるっていう CM が。へー。それを俺は再現したくて、ただ、うん、一口で人って何枚食えるのかなみたいな。俺口結構でかいの。なんかあの顎外れてるからあんま開けない。小さいから、まあ交互に食べていって、うん、まあ食べれなくなった方が負けということで、一気に5枚とご飯増やしてもいいし、いけるなら。じゃあ同じ枚数いくってこと。そういうこと。うん、オッケー。じゃあ早速食べていきたいと思います。カノメト。じゃあ僕はですね、こっちの。あれ、このこっちにします。俺から食べていきます。とりあえずじゃあ10枚ぐらいからいこうかな。10いくの？10は余裕じゃない？これ10枚一応。で、一応ルールとしては。一口であーんって入れなくちゃいけなくて、こぼしたらダメ。その時点でもう負け。うん、オッケー。オッケーですか。じゃあ、あやかせっかく食べさせてもらおうかな。あやかこれ持って。え、いいですか？ 10 枚チャレンジです。スタート！あー。え？でもなんか10きつい気がする。うん。オッケー。うん、わんわんわん。口内あるからしんどい。うわー、辛いね。言いましょう、じゃあ。次、あやかさんはこちらの、うま塩味。10枚。え、何枚いく？10枚だと同じだから面白くないからさ。15枚。20は多くない？15でチャレンジしましょう。数える？数えて大丈夫だよ。いや待って、いける？多分15ぐらいならいけるんじゃない？じゃあいきます、あやか。え、無理。あやかの15枚チャレンジです。無理じゃない？あーあさあおいこぼしてもいいからいけ。おいけるんじゃない？上向いたらいけるんじゃない？なんでま、はい、ということでですね、今日は一口でプリングルス何枚食べれるかチャレンジではなくて、プリングルスの中にカイエンペッパーを大量入れましたらどんなリアクションするかっていうドッキリでした。どうですか？おいしいって。おいしい。おいしいか。もっとちょうだい。いや、やばい。汚な、やめてそういうの本当に。待って辛い。いや待ってやばい。どう、待ってやばい。カイエンペッパー後から来るんで、待ってやばい。でも動けないじゃん。おたまじゃくし見つけた時のメイちゃんみたい。かのねぞー。ちゃんと何枚までいけるかやろう。一生懸命なの。こっちは入ってないから。何枚までいける？じゃあ逆にいける枚数言って。多分10だと思う。水がうまい。待って。2、4、5。ねえ、お前がいけ。お前がいけ。それこれは、あんしてこれはお前がいけ。びっくりした。またやろうとしてたな。見たぞ、綾香見えてしまったぞ。もう警戒してビンビン張ってきたらこっちは。分かってた辛いでしょ。後から来るからな。水あげないぞ。やばいぞ。やばこれ、めっちゃ辛い。
想像絶するからさ。二人じゃバカじゃないの。またやんとやろうとしたでしょ。だからね、見えちゃったね。あはい、ということで、プリングルスは美味しいという実験結果になりましたので。美味しい。プリングルスは美味しい。皆さんもぜひ試してみてください。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。ちょっとマジで一生恨むからね。久々美味しく食べたかったのにさ、こんな集中ある？あ、です。